はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。いや、今ね、いつものようにね、ダンゴムシの水槽を見てたらね、ちょうどいいウッドチップの上で、ちょうどいい感じで脱皮してる子がいたんですよ。ちょっとね、誘拐してきました。わかるかな？これ脱皮中なんですよね、脱皮中。ここまでね、ほんと半分この脱皮中なかなか見なくて、多分ね、もうそろそろ顔がペロって抜ける頃なんじゃないかなと思って、動きが遅くて、ちょっと今ならすごい観察できるんでね、ちょっと。誘拐してきました。めっちゃ可愛いでしょ。半分ね、もう脱皮終わってますけど、やっぱね、脱皮直後このサイズで結構大きいんですよ、これ。これ結構大きいんですけど、もう1回2回ぐらい脱皮したらもう上のサイズと変わんないぐらいかなっていうぐらいのサイズなんですけど、やっぱ脱皮直後はね、綺麗な色してんだよな。なんとも言えないよね。なんと言うんだろう、この。下の方はもう脱皮後なんですけど、ちょっと縁が白っぽくてね、まさかこれオカダンゴムシって間違いないと思うんですけど、カダンゴムシとは思えないよね。いや、綺麗だなぁ。脱皮中かっこいいな。頑張れ。頑張ってほしいわ。今日はね、脱皮中の映像でございます。これあれかな？見といたら結構脱皮すんのかな？ペロンって剥がれんのかな？で、剥がれた皮は結構食べるっぽいんで、ダンゴムシって。ないんですよね。なかなか見ないんで、殻を。あれね、これ多分、殻をね、脱ぎ捨てた後はね、食べてほしい。そこまで取れたらいいな。ちょっと動画の尺的にね、どのぐらい映せるか、てか、まあ、カメラの容量的にね、どこまで映せるかわかんないですけどね。いや、いいですね。もうダンゴムシをね、飼育を始めて、もうほんと1年以上経ってるんですけど、前回のね、餌作りましたみたいな動画で、僕のお乳のね、餌をね、作ったんですよ。米ぬかとメダカの餌とね、石灰混ぜて作ったんですけど、やっぱ調子がいいですね。もうあからさまにね、おっきい個体が増えてきた。今までやっぱり餌が足りなかったとか、なんか栄養素が足りなかったのかわかんないですけど、数は別にまあ増えたんですけど、大きさがね、ちっちゃかったんですよ、今まで。それをね、痛感しましたね、今回の。餌をちゃんと、もう毎日毎日ちゃんと見て、無くなってたらあげる。まあ、2日に1回ぐらいはね、小さじ2分の1ぐらいかな。の米ぬかと、メダカの餌とね、石灰、有機石灰を混ぜたものをね、餌として与えてるんですけど、あからさまに調子いいですね。全然元気が違う。毎日ちょっとずつ霧吹きするんですけど、霧吹きするたんびにね、舌を覗くんですけど、やっぱね、個体の大きさがね、やっぱ日頃、花壇とか、いっぱいいるとこで見る大きいサイズのダンゴムシがね、案外のサイズになる子が増えてきましたね。やっぱね、餌大事ですね。餌大事です。まあ、ダンゴムシの餌、まあ、飾りガニの餌とかでいいんじゃないか説はもちろんあるんですけど、まあ、人によっちゃはね、カルシウムパウダーを混ぜた金魚の餌とか、あとはまあ、ハムスター系、雑食系の餌とか、まあ、ドッグフード、キャットフードも食べるんですけど、前はね、ドッグフード、キャットフードでやったんですけど、まあ、どう考えてもカルシウム足らなかったんだろうね、あれは、あの頃はね。あ、もしダンゴムシ飼育される方ね、ぜひ石灰とかね、爬虫類用のカルシウムパウダーとかがいいと思うんで、ね、お試しください。これちょっとこのままちょっと映してみましょうか。また喋ると思いますんでね。もがいてますね。もがいてるな。脱ぎたいんだろうな、多分。もがいてるね。あ、でもやっぱり脱皮した後の方がさ、おっきいのがよくわかるよね。縁がさ、殻がさ、ちっちゃくてさ、早く出たいのかな、これ。いつもこうやってやってんのかな、脱皮の時。あ、あれか。一節ずつこうなんか殻になる感じなのか。ペロンってこう、剥ける感じじゃないんだね。一枚の脱皮殻がペロって取れるわけじゃないのかな、これもしかして。これ一節ずつの殻が取れていくのかな。これ水分がいるのかな、もしかして。もしかして。なんか上手に脱皮できてないのかな、これ、実は。そういう展開かな。どうなんだろう。ダンゴムシさーん、どうなんですか？ どうなんだろうな、マジで。オウムみたいだな、マジ格好が。ほぼオウムだわ。手伝ってあげたいな、なんか。あっち向いちゃったね、あっち向いちゃった。頑張ってほしいな。これなんかあれかな？あんまり上手にできてないのかな？脱皮。どうなんだろう？ちょっと見てみましょうか。ああ、今調べてみたんですけど、
ダンゴムシって上半身と下半身バラバラに2回に分けて脱皮するらしいんですよ。だからまさに今これ1回目の脱皮が終わって今2回目の脱皮って言ったらおかしいけど、上半身の脱皮をしてる途中なんですね、これきっと。で、ほぼ脱げてると思うんですけど、だいたいね、片方にかかる時間が20分ぐらいらしいんですよ。もう撮影始めてね、30分近く経ってるんで、ちょっとどうなんだろうな。脱皮不全で死ぬらしいんだけど、なかなか脱皮不全にはならないらしいんですよ。まあ見てたらいけるんでしょうね、多分。頑張ってほしいな。確かに、最終量もう向けてるのかな、結構。これはどうも、上手に脱皮できてないんじゃないかな。どうなんだろう。手伝ってあげたいんだけど、こんな感じで。おお、取れる取れる。歩けるようになったかな。多分脱皮不全だったんでしょうね。だから見なかったのか、この状態で。初めてね、こんな状態で見たんですよ、正直。あ、触覚片方動いてないかな。あ、動いてるかな。食べれるかな、ご飯。どうもね、不全な、脱皮不全しちゃうと結構死んじゃうらしいんだけど。でもこれならご飯食べれるんじゃないかな。そのうちね、脱皮不全でも2、3日したからが取れてることもあるらしいんで、あ、なんだ、めっちゃ興奮したのにな、脱皮するとこ見たかったんだけど、実は脱皮不全だったっていう回でした。向いてあげたけどどうなんだろう。なんか目が見えないのと口が機能しないのがやばいらしいんだけど、これなら多分口も機能するし、今一生懸命歩いてるからね、大丈夫でしょう。よかったかな。はい、じゃあ今日はこんな感じでございました。タイトルがね、何になってるか分かんないですけど。はい。よかったよかった。元気になったんじゃないかな。はい、じゃあまたね、ダンゴムシまた撮っていきたいと思いますので。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。大丈夫かな、こいつ。でもなんか、脱ぎたがってるよね。脱ぎたがってる。なんかね、15分から20分ぐらいで普通はね、剥けるらしいですね。食べれるかな、ご飯。手がね、動いてないよね。頑張ってほしいな。